森岡主政、森岡主政から1945年4月28日は、日本陸軍の軍人。最終階級は、陸軍大将制3位、訓位投降3級。陽名、森重康造。山口県出身。農業、森重五左衛門の次男として生まれ、管理、森岡正之の養子師となった。1891年7月。 陸軍士官学校を卒業し、翌年3月、騎兵将位任官。日清戦争には、騎兵第四大大将隊長として従軍した。1899年12月に、陸軍大学校を優等で卒業した。騎兵第九連隊中隊長、陸軍省軍務局会員、陸大教官などを歴任。日露戦争には、第五師団参謀として出征し、 騎兵第一旅団参謀、大本営幕僚を務めた。陸大教官、参謀本部付、参謀本部員、オーストリア大使館付部官、騎兵第16連隊長、陸軍騎兵実施学校長、参謀本部課長、沈汰守備軍参謀長などを歴任。1916年5月、陸軍少将に進級、軍馬補充部本部長、騎兵官を歴任し、 1919年7月、陸軍中将に進級。第12師団長、この絵師団長、軍事参議官を歴任し、1926年3月、陸軍大将を拝命し、朝鮮軍司令官、軍事参議官を経て、1927年9月、予備役に編入された。ありがとうございます。